こちらが、田沢湖ですね。すごくいい景観ですよね。山だとかもね、遠く今の時期だとこう新緑が芽吹いてね、山の色合いがコントラストが違ってね、すごくいいんですよね。向こうの方はまだね雪が残っていて、手前に来るにつれてね新緑があったり、まあ、あと常緑林だとかもあるんですけどもね。でこの澄んだ水、そしてわかるかな、魚がすごいいるんだけど、あれがウグイですね。昔ここのとこ戦時中にね、軍工場があって、結構なんだろう、酸性の液が漏れて以降魚取っちゃいけなくなってるんですけれども、ウグイだけはね結構酸性の水に強くてたくさん生き残ってるという形なんですよね。で向こうの方行くと神社があったりとかもしますね。あれですね、うん、だけどすごいいい景色、水の澄み方がすごいんだよね。で結構ね今ぐらいの時期から夏にかけてはサップを楽しむこともできるようなね、エリアになりますね、この田沢湖ですけれどもね。おお、すっげえ綺麗だね。まじまじとこういういい天気に田沢湖を見るのは初めてかもしれない。でそちらに神社があるのでね、行ってみようかなとは思いますね。こちら浮木神社、片尻明神ともいい、1769年か秋田藩士によって命名されたのか。うーん、なるほどね。でこちらの方、鳥居がありますね。ちょっと行ってきましょう。初駒守とかありますね。あと魚の餌もあるので買っていこうと思います。お守りとね、魚の餌を買ってきました。ここから降りるとね、魚に餌をあげられるスペースになっているのでね、この後あげてみようかなと思いますね。わかったな、ここにね海がたくさん来てるの。おいしい、おお、オッケー。これでね、餌をあげて楽しむこともできます。うわ、こっちの方まで入ってきたな。あと残りもわずか、ありがとう。